スピード能力を見せつけるか、スタートにも注目したいところです。さあ飛び出した13頭4番、名称ペイメイ。ちょっとタイミングが合いませんでした。それほど大したことはありません。先行グループからまず見てまいりましょう。シャンデリアムーンが上がってまいりました。12番、ワストコース、いい感じで上がっていく。1番人気の5番、メイケイエール、池添騎手、どのあたりで動くんでしょうか。外から1頭ダディーズビビッド、モントライゼがかわしていきました。そして6番手に7番、サンライズオネストでやります。6番、大勢アベニール。さあ中京競馬場は大歓声であります。メイケイエールは2番手ファストコースが抜け出した。外から懸命にメイケイエールかわすか、かわすか。メイケイエールが先頭に立った。懸命に手を動かして坂井とシェアリングソング、このまま粘れるか。メイケイエール外、大勢アベニールが来ている。大勢アベニール追い詰める。メイケイエール1着、1番人気に見事応えました。当然の結果です。1着5番、2着6番、3着13番以上のように確定しました。